はい、こんにちは、僕です。デビルチルドレンやっていきましょう。じゃあ、西の森の奥ですね。これはね、ニーズホックだと思うんですけれども。うん、ですね。俺様は無敵のドラゴン、ニーズホック様だ。何の用だ？リンゴパイを盗んだのは誰？金のリンゴパイを返せ。盗んだのは誰かな？さあな。ひょっとすると、クロークルーワッハーかな？きっとあいつだな。え、そうなの？本当に？あれ何なんだこれ。言いがかりをつけるのは良くないのかな？金のリンゴパイを返せってやってみますか？突然なんだ、許さん。戦うことになるのね。弱そうなニーズホックが現れた。可愛いな、このニーズホック。やってしまおうか。倒してしまっていいのかな？まあいいか。とりあえず、タルカじゃ楽カじゃ巻いておこうかな。体力そこそこ高いんでしょ、どうせ。楽カじゃを巻けば、多少はね、火ダメが抑えられますよね。でも殴ってしまおうか。今、物理攻撃してきたから楽カじゃにしとこうかな。やっぱ結構体力高いな。この一撃を受けてみろ。いや、めちゃくちゃ痛いけど。メディア巻いて、落下じゃ3回目までかけますか。多分3回目までは効果があると思うので、まあ、32まで抑えられましたからね。これでさらに下がるでしょ。あとはひたすら殴ろう。当たらねえ。ゲップ。魔法も使ってくるの。回復しないとまずいな。凍っちゃったよ。魔法が強いな、やっぱり。通常攻撃は大したことないけども。やばい、起きないな。起きないというか、凍結が解けないですね。解けないな。直してあげた方がいいかな。痛い。え、嘘。よかった、二人とも凍ったけど、二人とも治ったね。一旦メディアかな。いや、ブフーラって強いな。火力も高いけど、凍結の効果が痛いですね。この一撃を受けてみろ。いや、でも、このまま頑張っていけば、倒せそうな気がするな。もう、あと1、2発じゃない？次のターンかな。あ、倒しきれました。デビルの群れをやっつけた。倒せた、倒せた。強いな。だが、盗んだのは俺じゃないぞ。あれ？死んだのか。カオスルートにならないですか？大丈夫ですか？そしたら奥まで来たけど、これ以上は何もなさそうなので帰りましょうか。あ、今回復したけど、トラポートで帰ろうかな。ベッドタウンって言うんだ。あの真ん中の街。じゃあ特に西の森では、リンゴパイを見つけることはできませんでしたね。そしたら次は北の森。北の森にクロークルーワッハがいるっていう話でしたよね、確か。これ毒じゃないよね。え、待って。敵が HP 高いな。HP が高い。めっちゃクリティカル出るな。ほら、一発でこんだけしか削れないんですけど、みんな寝ちゃったよ。どうすんのよ、これ。殴られれば睡眠は解けるのか。この野郎って、このキターには口が悪いぞ。あれ、キターニアって仲間にできたんだっけ？したんだっけ？いや、仲間にしてない気がするな。え、なにこれ？え？え？ワープがある。え、なんだ右の悪魔。交渉してみようかな。あんまり期待しないでね。あ、ダメだった。黙ってな、だって。右の悪魔初めて見ますね。なんだろう。スピードが速いな。あ、またドルミナーかよ。あ、よかった、起きた。お前もブフーラ使うの？交渉してみようかな。ダメ、こう、
あ、いける？あ、バンシー？欲しいアクセサリーがあるんだ。580万かくれたら買えるんだけど、あげましょう。何でも言うこと聞いちゃう。バンシーってなんだ？バンシーって悪魔、聞いたことはあるかな？他のシリーズ作品でもバンシーっていた気がするけど。え、待って。なんでこんなに敵が出てくるんだ？契約してあげようかな。オッケーオッケー。ティターニア仲間にできましたね。よかった。マジックのお香が入っていた。ちょいちょい回復しながら行かないとちょっと怖いな。敵が普通に強いですね。ちなみにさ、今、ペペ島のレベルは30か。レベル30で、クールのレベル28か。2レベルしか上げられないか。待って、ここのね、この足場なんか、一本歩くごとに敵が出てきてる気がする。オッケーオッケー。ああ、回復してくれるだけか。ここ、あ、ほら、やっぱりそうだ。この緑色の場所は行かない方がいいのか。うん、あ、ここから出れば、安心なのか。そこにも何かあるな。やっぱり、この、何なの、茂みかな。茂みみたいな場所を通ると、一歩ごとにエンカウントしてしまうんですね。いや、でもこれうまく活用すれば、レベル上げできそうな気もするんだけど、なかなかレベルが上がりませんね。オッケーオッケー。天使の翼が入っていた。天使の翼を使ってしまってもいいかもしれないけどな。待って。クールに乗りましょうか。クールに乗りたいんだ。ここは入らないように。茂みには入らないようにしないと。茂みでエンカウントするってポケモンじゃないですか、完全に。あ、行ける場所は今の2箇所しかないですね。で、このアルケーがまだ仲間にできてないんだよな。どうかな？あ、契約できましたね。着々と仲間がまた増えてますね。け、ま、リンカリン？マリンカリンとかあるんだ。誘惑って今までされたことあったっけ？いや、まだレベル上がんないな。こっちから行こうかな。うん、ペペ島はレベル31になった。やっとレベル上がったな。なので、ちょっとそろそろクールの強化もしていきたいんだよな。まあ、今まで手に入れた仲間を適当に合体させていけばレベル上がるかな。で、ここから上に行けますね。隣のマップに行けるのか。これが登れる。茂みがある。やっぱ出てくるんだ。え、なんだ？あれじゃない？シーサーじゃない？これ。あ、危ない。ちょっと交渉したいな。シーサーかわいい。あ、契約してくれる。うん、シーサーでしたね。面影が残ってますよね。このティターニアもそうですけど。これ、そっちに行くべきか。行くか、とりあえず。孫悟空が出てきたぞ。あ、これは上に行けば、たどり着けるというわけじゃないのが、意外とゴールが遠いんだよな。またレベル上がった。なんか2回目レベル上がるの早かったな。経験値がそこそこ高いんだよな。あー、待って、ペガサスの MP なくなっちゃうな。他にメディアラ持ってる仲間っているんだっけな。メディアならあるんだけどな。あれどうやって取るんだ。待って、クールに乗って、飛び越えられないか。あれはなんだろう。黒の書じゃ取れない宝箱かな。待って、そこになんか洞窟がありますね。魔除けの札。あ、ハーピーがいるじゃん、あそこに。ハーピーって、あそこまで行ける？あ、ぐるっと回っていけそうかな。うん、ここにハーピーがいますね。はい、私歌を歌って旅をしてるの。今聞かせてあげるわね。頼んでないのに。うん、これは歌ってるのかな？終わった。え、自分のことがわからなくなったデビルがいるって。そう、きっと心をなくしてしまったのね。いいわ、私が癒してあげる。湿原の森に行ってみるわ。あなたも後から来てね。え、何か変わるのか？
心ここにあらずのデビル。仲間になってくれるのかな。ここに宝箱あるな。なんか宝箱多いですね、ここの森は。こっちの森は。え、ちょっと待ってよ。嘘でしょ。なんで2回連続で行動すんだよ。ターンエンドとターン開始時で2連続で動かれるんだけど、ちょっと1回帰ろうかな、これ。しんどいな、敵強いし。もうちょっとだけ探索してから帰ろうか。あ、いや、これ着くんじゃないか。いる？あ、いますね。着いちゃったな。ちょっとじゃあセーブして挑んでみますか。これがクロークルワッハ。俺様は無敵のドラゴン、クロークルワッハ様だ。何の用だ？リンゴパイを盗んだのは誰？さあな、ひょっとするとダハーカかな？きっとあいつだな。どうなの？これやっぱり戦うのかな？金のリンゴパイを返せ。突然なんだ、許さん。誰が持ってるのか結局わかんないのか？弱そうなクロークルワッハが現れた。あ、楽化じゃないよ、孫悟空がいないから。いらないか、ザンマ。ザンマ、あれ、ザンマか。聞くかな、158、強いじゃん。タルカジャじゃなくていい気がするな。アギ、痛い。クールはひたすら回復してた方がいい気がする、ザンマ。いや、タクヒの HP354 もあるんだ、強いな。クールのメディアだけでなんとかなるかな。しんどい気がするけど。あ、ディアはないのか。メディアをするほどでもないから、アイテムで回復しようかな。傷薬、魔石のかけらだな。タクヒはひたすらザンマだな。ザンマは MP10 しか消耗しないんだ。強い強い。まだいけるな。一回殴ろうか。待って、タクヒが強いな。当たんねえのかよ。マジ、マイト、あ、マイト？それってどうなの？また火炎系の、なんか技を使われたら爆発するんじゃないの、それ。やられる前にやるしかなくない？もうちょいなんだよな、幸い。あ、ナイスだ。ナイスなクリティカルが出ましたね。どうなんだ？わかった、俺が悪かった。ベリアルのやつがあんまりせこいんで、ちょっと懲らしめようとしただけさ。あ、ほら返してやるよ。お前がリンゴパイを持ってたの？金のリンゴパイを手に入れたワンホールなんだ。これ倒したら消えていくんだけど、どういうことなんだろう。逃げてくれているのかな、それともとどめを刺してしまっているのか、どっちなんですかね。魔除けのお札、会いにくくなるだから、出なくなるわけじゃないんだ。出るし。エストマとはちょっと違うんですね、効果が。そこに、ホラー穴がありますね。反魂孔。と、こっちは、洞窟の中とかあるんだ。これは、クールに乗らなきゃダメなやつか。いや、なんか、あれ、もう魔除けのお札の効果切れたの早くない？早くない？あっという間に切れたんだけど。これ買いまくっとこうかな。どうなってんだ？広いな、随分と。どっちに行くべきなんだ？この黄色いツタは何なんだろうな。もう切れたよ。早いんだってば、だから。これ通れるんだ。なるほどね。宝箱見つけました。エムガードのお香。そうだ、お香をね、ちょっと使ってしまおうかなんて思ってたんですけど、使ってしまおうか。スピードのお香とか、たくさんあるんで、全部クールに使っていきましょうか。ラックのお香、クリティカルが出やすくなるとか、状態異常にかかりにくくなるとか。マジックのお香はちょっと置いとこうか。ガードのお香。3、4。1個につき今1レベル上がったのと同じくらいの効果があると思うんですよね、多分。2、3、
結構これだけで強くなると思うよ。で、アタックの項でしょ。マジックの項はちょっと取っておきたいかな。クールに使うのもったいないかもしれないんで。なんとも言えないですね。そして、どこに向かっていくんだ、これ。なんかいろんなところに行けるな。ほら、めちゃくちゃ強くなってるよ、クールが。クリティカルで260。普通だったらどんぐらい？当ててくれたな、今から。153。さっきまで4回殴ってたのが、2発で倒せる。やっぱりね、ステータスが高まるとめちゃくちゃ強くなりますね。あんなところに宝箱があるな。取るか。なるべく宝箱は全部回収していきたいですね。デスエンブレムが入っていた。何それ。何デスエンブレムって。何系のアイテムなんだ。あれないぞ。デスエンブレム特別。あ、特別のアイテムだ。あるデビルをランクアップさせる。え、どうやってランクアップ？どのデビルだ？デスエンブレムってなんだ？デスケルベロスになるってこと？いや、でもケルベロスはすでにデスケルベロスになってるよ。何なんだろうな。そしたらね、トランポートで、帰りましょうか、そろそろ。ホテルで回復しなきゃいけないのと、どうしようかな、右の森にも行った方がいいのかな。もうリンゴはね、リンゴじゃないな、金のアップルパイは見つけることができたんだけど。あ、待って、その前に、あれをしたい、合体をしたいですね。悪魔合体。クールをね、強化させていきましょうか。適当に捕まえた仲間をくっつけていきますか。サキュバスは名残惜しいが、合体してしまおう。よし、じゃあ、これでクールがね、レベル32まで上がりましたね。かなり強くなったと思うんですよね。あとね、ちょっとベリアルのところに行く前に、西の森の、あの、記憶をなくしたやつ、あのデビルのところにもう一回行ってみましょうか。あ、いたいた。どうなったんだ。待ってたわ。それじゃあ始めるわよ。待ってたんだ。え、ハーピーの歌声で記憶を取り戻すんですか？心が安らぐ。記憶が蘇る。どう？心にジーンと来た？ありがとう。おかげで自分を取り戻すことができたよ。ペペ島ありがとう。君がハーピーのところへ行ってくれなかったら、僕は一生この森で迷い続けていただろう。どうだろう？僕でよければ仲間にしてくれないか？まあ、とりあえず来るものを拒まずで、今から君の仲間だ。なんなんだ、ブラックラジャーって。レベル高いな。兜割り丸かじり。あ、結構、あれですね、物理タイプっぽい感じ。強い仲間が増えました。でもできれば回復系の仲間が欲しいんだけど。そう、それじゃあ、私の役目も終わりね。私はまた旅を続けるわね。それじゃあね、バイバイ。ハーピーは仲間にならないんですね。残念だ。じゃあ、東の森の方にも行ってみましょうか。せっかくなんで。このアジダハーカがいるのかな。なんかそれぞれの森の雰囲気が全然違いますね。ちょっとエストマが欲しいな。これまた、あれか。コールに乗っていける場所？あ、違う。これ穴掘れる場所じゃないんだ。何なんだろう、この丸い岩は。宝箱がやっぱりありますね。チャクラパフェか。いや、お香系のアイテムあったら欲しいよな、やっぱり。お香が欲しいです。え、吸血？ここは。吸血前、インドラが即死した技だからちょっと怖いよな。でも吸血の効果自体は MP を吸い取るスキルだと思うんですよね。なんで吸血であの時インドラが死んでしまったんだろう。またワープがある。風神の袋。それも多分攻撃系のアイテムなんだろうな。あ、いますね。セーブして、こいつも討伐していきますか。罪もないドラゴンを。ドラゴンスレイヤーしていきましょう。回復してから行こうかな。今までの感じならそんな苦戦しないと思うんですけどね。だいぶこちらも強くなったんで。
タハーカ、俺様は無敵のドラゴン、タハーカ様だ。何の用だ？いや、何でもない。そうか。そうかって。俺と戦え？突然なんだ、許さん。ほんと特に何の意味もなく戦う。弱そうなタハーカが現れた。頭が3つあるんですね。かっこいいな、タハーカ。タルカシャ巻いていきますか、とりあえず。鉄アンマ。強いかな、タハーカ。効くかな、ザンマ。72、強い。マハジオだと。強いけど。普通に強いけど。タルカジャして、自分で一旦回復しようか、魔石のかけらを使って。うわー、もう一人のデビルも回復、せめてメディラマを持ってる仲間が欲しいな。ほらーって。通常攻撃は大したことないですね。タルカジャ3回巻いて、ひたすら殴りますか。多分4回目は効果ないと思うんですよね。おそらく。226、強い。あとは殴ってれば倒せるでしょう。あら、えげつないダメージが出てる。マハジオ、感電しなければ。感電しちゃったよ。あ、でも治りましたね。オッケーオッケー。じゃあこれで終わりだ。これでおしまいだ。大して経験値もらえないんだよな。強いな。だが盗んだのは俺じゃないぞ。わかってることなんだけどね。このワープは？あ、入り口に返してくれたのか。優しいね。じゃあね、西と北と東、すべての森のドラゴンを討伐することができました。誰も望んでないことなんですけど。そしたらですね、ベリアルのところに行きたいんですけれども、ちょっとね、別途確認していたんですが、どこだ？どこかにないかな？あ、ここかな？先ほど手に入れたデスエンブレムは、ああ、やっぱりここなんだ。もうなかなか珍しいスフィンクスを連れているな。しかもデスエンブレムも持っとるじゃないか。ちょっとこのデスエンブレムが何なのかわからなくて、これはちょっとね、ググってしまいましたね。どうやらスフィンクスが進化するらしい。どうじゃ？ちょっとそのエンブレムとスフィンクスをわしに貸さんか。わかった、いいよ。よし、ちょっと待ってな。大丈夫、帰ってくるかな。よし、これでいい。スフィンクスがデススフィンクスにランクアップした。何したの？デススフィンクスになりましたね。レベルも高くなってるし。あれ、スフィンクスはどの魔法を継承するかって選べないんだ。で、メディアが消えたんだけど。フレアライト、ファイアーブレス。いや、メディアは残して欲しかったな。いや、デススフィンクスね。仲間になった。他には何もできないのか。おう、デススフィンクスがいるな。しかし、エンブレムはもっとらんようじゃの？あれ、まだ次の段階があるってこと？特に預ける必要はないかな。スフィンクスでも預けときますか。回復がないならな。どうしようもないんで。出番があるかわかんないから。魔法系のデビルかと思いきや、アタックが一番高いんだよね。筋トレしてもらおうか。訓練の長さじっくりにしとこう。あ、高い。え、まあいいか。スフィンクスちょっと預けて強化してみましょう。いや、もしかして、あれどうなんだろう。試してないですけど、ケルベルスと同じで合体でレベルを上げたりとかできるんですかね。え、どうなんですかね。ちょっと試したかったな。あれ、ベリアルの家ってどこだっけ？ここだっけ？違うな。なんか他の家と形が、あ、ここか。他の家と違いがないんですよね。わかんないんだ。よし、じゃあベリアルさん。ベペ島か。おお、それは金のリンゴパイ。これで首が繋がった。いやー、ペペ島、さすがだね。ふふふ。ふふふ。金のリンゴパイさえ戻れば何も問題はない。そう簡単に大魔王の秘密を話すわけにはいかんわ。なんだこいつ、デビルチルドレンにしては甘いぞ。ディープホールに落ちるがいい。え、温かいの？嘘だろ。弱そうなベリアルになってる。今更負ける気はしないでしょ。どうなんだろう、強くなってるんですかね。タルカじゃ3回巻いてひたすら殴っていきましょうか。140でしょ。
プレイヤーか。まあ大したことない。カルカじゃ2回目。まだ殴るよ。3回、タルカジャかけるまで、持ってくれよ。この一撃を受けてみろ。いや、痛いな。いや、もう2回でいいか。メディア使うのも、メディアか、メディアしかないんだよな。回復手段が。いや、簡単に削れていきますね、体力。敵の体力が。フレイヤ、あ、こっちに来た。ナイスだ。いや、あと2回殴れば終わるんじゃないか。あ、いや、一撃で終わった。あんなに苦戦したのにね。こんなはずでは。は、ごめんなさい。ほら、ちょっとストレスが溜まって、どうかしてたんですよ。いやいや、本当に。調子いいな。それじゃあ、教えてもらおうか。え、何の話です？とぼけるな。大魔王の秘密を教えると言ったろう。それを聞けば、なぜ俺が狙われるのかわかるんだったな。ふぅ、覚えてましたか。わかりました、教えましょう。実はですね。あなたを倒そうとしている大魔王は偽物なのです。え、大魔王が偽物？あ、だから、本物の大魔王はルシファーなんじゃないんですかね。で、今その大魔王はなんか大魔王っていう名前になってるけど、別人？だけどそれが俺を襲うこととどういう関係があるんだ？本当の大魔王はルシファー、明らかになっちゃった。実はペペ島、彼はあなたの父親なのです。I'm your father じゃん。偽物の大魔王はアゼルというデビルなんです。このことは魔界の魔王たちにも秘密にされているのですが、あれじゃあ、大魔王の娘って言ってたあの子は、どっちの大魔王の娘なんですかね。アゼルはルシファーを罠にかけて、大魔王の座を奪ったのです。魔界のデビルたちはそのことを知らずに大魔王の命令に従っているのです。大魔王ルシファーが命令を出していると思って。そんなことがあるの？俺の父親が大魔王だって？それでアゼルは俺を倒そうとしたのか？それでアゼルは俺の父親をどうしたんだ？多分、いや、よくわからないのです。なんでもこの間、ファイアーランドの魔王マモンがセントラルランドに行ったとか、彼なら知っているかもしれないですよ。はあ、この赤いメシアの角があれば、ファイアーランドに行けますよ。これはあなたに差し上げますよ。あれ、てっきりね、ペペ島はメシアの息子なんだと思ってた。メシアとルシファーはまた違うのかな？赤い角を使えば、ファイアーランドへ行けます。頑張ってください。いやいや、まだいらしたんですか？サークルゲートなら、ここを出て南です。頑張ってください。追い出されてしまう感じか。まあ、とりあえずじゃあ、ここの国、フォレストランドも一件落着ですね。まあ、父親がね、ルシファーだということも明らかになったので、毎度毎度、なんか夢に出てくるあの人がルシファーなんでしょう。といったところで、まあ、一旦今回もね、この辺で終わりにして、また続きは次回やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。